昨日京都府知事山田知事は、京都府議会の答弁の中で、京丹後市京ヶ岬に米軍基地を受け入れるという表明を公式に正式に行ってしまいました。非常に残念なことであり、とっても怒っております。京都に米軍基地はいりません。米軍基地軍隊はどこにもいりません。昨日の、京都府知事による、米軍基地受け入れの、正式な表明、これも大変に、非常に大変に、遺憾に思っております。この間さまざまな形で、市民、有識者、研究者、多くの方々が反対の意思を表明してきました。先日お伺いしたところ、反対署名だけで約3万筆も来ているということでしたけれども、それらに対して全く誠意のあるお答えをいただけないままにですね、受け入れ表明がされてしまったこと、改めまして遺憾に思います。非常に怒っております。抗議申し上げます。決してその急いでというようなこととは思ってなかったです。そうですか。でもちろん今おっしゃったようにこの話はこちらの方から出したかったで、突然2月、終わりに出てきたんですが、その後こう、何度となく防衛省とのやり取りは重ねてまいりましたし、いろんな研修もやってまいりました。で、その上で、サロンと知事長が防衛大臣と会われて、で、一応もうここで大臣の口からですね、政府として責任を対応するということを聞いた、そこまでの過程がいろいろあって、で、それでもって、一応今回の、協力を発表できます。オスプレイの沖縄配備に反対もせず、沖縄の米軍基地撤去をこれまで求めてこなかった政府や政治家、行政が沖縄の基地負担軽減を根拠として新たな米軍基地を沖縄で受け入れるという盗作、京都で受け入れるという盗作した事態は、基地軍隊を所有の前提とする軍事化された社会や社会さらに深めることになると思います。